これでよくない？俺もこれ一番最高のやつ出会ってしまったかもしれない。あ、素敵じゃん。うまい。めっちゃ飲みやすいね。これうまい。うわ、うまそう。じゃあ抹茶。うわ、それやってみようよ。始まっています。ノーグッド TV。今日はですね、サントリーさんとの大型コラボ企画第4弾。今回はミオネットです。ミオネットってもう聞いたことない、なかったんだよね。これでしょ？そうそう。スパークリングワインって誕生日とか。そうそうそう。なんかお祝い事の時とかじゃない？うんうんうん。イメージ的には。そんなミオネットとは、世界ですごく流行っているスパークリングワインのブランドで、フレッシュなブドウの果実味がギュッと詰まった軽やかでフルーティーな味わいが特徴。自分の好きなジュースやリキュールで割ったり、氷を入れるなど、自分好みの自由なスタイルで楽しめるイタリアンスパークリングワインです。スパークリングワインね。とりあえず、これそのまま飲んでみる？そうだね。それでは、参りたいと思います。いえ。はい。とりあえず乾杯しようぜ。そうだね。そうですね。チェース。チェース。うん。甘いというかフルーティー、すっきりみたいな。ジンクンカクテル、ミオネット 50ml、オレンジジュース、半々で割るってことね。はい、オレンジジュースあります。これ、ミオネットとピーチとミオネットとブルー。じゃあ、俺ピーチジュースにしようかな。すげえ飲みやすい。あ、そう。いいよね。ちょっと待って、アジン。俺、ピーチ好きやねんな。いただきます。あ、これも超飲みやすいよ。めっちゃ飲みやすいね。でもこれだったら、俺、好んでスパークリングワイン頼むかも。あ、ほんと？あ、こんな美味しい。うまい、めっちゃうまい。今回、ミオネットだって、ノーグッド TV オリジナルカクテルを作ってもらいたいと思います。ちなみに今回、アドバイザーとしてバーテンダーさんもお呼びしています。何かあれば質問、相談してみてください。はい。何のリキュールがあるの？そこ、ちなみに。ね、ラムでしょ？はいはいはい。俺、てか、でも俺、正直あんま分からへんからさ。ジン、ジン、ジン、ジン。はいはい。桜リキュールって。うわ、めっちゃうまそう。それ何？奏で。え、めっちゃ。めちゃめちゃうまそう。あの俺、桜餅とか好きなんです。桜餅の香りしません？ほら、見て。あ、素敵じゃん。そんな入れすぎ。え、そう。いや、なんで、あの、綺麗な色見せたかったの。これや。そうですね、それぐらい。これぐらいでいいですか？はい。これに、でも、ほら、色づいてるよ、ジン、氷が。ねえねえ、美味しそう。ねえ、これいいじゃん。うん、季節も春やし。うん。どうですか？うまい。うまい。うまい。これうまい。うわ、うまそう。ちょっと飲みたい。これうまい今。ねえ。これでよくない？俺もこれ一番最高のやつ出会ってしまったかもしれない。想像ではすげえうまそうな感じが。なんかね。うん。すっきりしてるし、ほんのり甘酸っぱい感じ。あ、めっちゃいいじゃん、それ。じゃあ、これにさ、フルーツとか入れるとしたら何入れる？合うんだったらやっぱレモンですかね。あ、レモンいいじゃん。レモンピールってありますかね？皮だけ落とすの。あ、リアル生レモンがあるやん。リアル生レモンって。あ、いいです、いいです。それ OK です。これどれくらい切ればいいですか？あの、親指の頭ぐらいの。むずい。あの、薄く皮だけ切る。これぐらい、これぐらいってことですね。そうです、そうです。こんな。あ、いいんじゃないですか。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、いい匂い。パチってグラスの上で折ってもらって、そうそうそう、そのまま落とすって感じ。はい。うわ、いいじゃん。花びらみたいになったわ。ちょっとそれまた飲んで。あー、香りほのかに。ほのかっすね。あとね、グラスの周りにつけるんですよ、外の周りに。ソルティドッグみたいですか？そう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 。あ、そこまで強くつけなくてもいいけど。え？こんな。そう、もう、はい、軽く。結構香り欲しい。これだけで、ここに塗るだけで全然違います。ちょっと強みが。あ、これうまい。あ、そう。もうこれでいいんじゃない？いや、これうまいわ。うまそう。え、これだったら店で頼む？あ、頼む。あ、それはすごいわ。おい、ジェーン。はい。ホワイトピーチがあるぞ。同じ奏のホワイトピーチ。あー。いや、これ美味しいな。でもちょっと、でもさっきピーチいったから。そうね。違う感じ。大人行こうよ、大人。え、高子さん。はい。このカルはどうなるんですか？これは私、個人的には好きなんですよね、多分。甘いですけど、本当にちょっと。え、行ってみていい？カルは。もちろん。なんかいいな、かっこいいな、お酒いっぱい知ってる人って。かっこいい。俺なんか、カルアミルク好きやったね、あの飲み始めの時ね。うん、いや、もうそんなもん。はい、じゃあいただきます。どうぞ。
違う？思ってたより全然飲みやすい。あ、飲みやすい？なんかコーヒーを炭酸ジュースで割った感じ。冷凍ブルーベリーとミオネット100みたいな。これどれくらい入れんじゃろ？これくらいでいいんですかね？うん、いいと思いますよ。はいはいはい。おお、すごいすごいすごい。いいじゃん。あ、いいじゃん。しかもさ、この上から見たらさ、お前の顔しか見えないんだけど。できん。早くして。おお、すげえいいじゃん。おしゃれじゃん。ほら。あ、さっきもっときめ細かくなってたんや。あ、そうなの？うん。それちょっと飲んでみて。すごいうまそう。でもね、あんまり正直感じないな。あの、正直味を出すんだったらブルーベリーのリキュールちょっと入れれば。あるんかな、ここに。あ、これだ。カシスでいいんだ。うん、カシスちょびっと垂らしても。まあ、厳密にはブルーベリーではないけど。ちょっとだけ。はい。はいはいはい。よし。あ、美味しい。これ美味しい。やりたかったなぁ。これも奏でよ。抹茶やって。ねえ、抹茶。うわ、それやってみようよ。抹茶いいじゃん。日本の心でしょ。ああ、もう抹茶、抹茶。抹茶の団子の匂いするわ。めっちゃいいじゃん。はい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 。はい、いいよいいよ。いや、俺この奏シリーズもしかして好きかも。家に3本あってもいいな、これ。ピーチと抹茶と桜？そう。あ、これ綺麗よ、ジェーン。ほら。いいねぇ、うん。あ、いいじゃん。綺麗綺麗。あ、思ったよりね、このミオネットの方が強いわ。あ、美味しいかも、これ。おー、ちなみにそこにフルーツ入れるとしたら何？フルーツ？いや、もう、白玉とかや。だから、足し算したらあかんね、こう引き算の美学。もう、あの、着実に今俺の中でランキングはもう一瞬で決まってるわ。俺の今、あの、見て聞いてるだけだけど、俺もなんかわかるよ。多分バレてると思う。お前はお前、俺ばっかり飲ませやがって、お前。野菜ジュース。野菜ジュースいけます。いけるって、ジン。え、ジン、何対何ぐらい作った？ 1 対 1？ 3分の1、野菜ジュース。ああ、1対2ね。なんか、これ不思議っすね。甘いというか。そう、甘くなるんですよ。うん、めっちゃ甘い。え、野菜ジュースが？うん。へぇ。うん。なんか、でも、オリジナルにはならないかな。まあ、僕は、やっぱり一番気になるのは、桜かな。やろ、うん、うん。すごく飲んでみたいと思った。もう俺のリアクションやろ。普通にあの色と、ちょっと待って、俺のリアクションでいいやん別に。もう一回だけ飲んでいい？今さっきの。もちろんもちろん。ビールも少しでいいね。で、あのね、グラスにやっぱりそのちょっとふわってするのがやっぱ一番美味しかった。いや、これだって色も綺麗やしさ。そうね、リッチな感じもするしね。ほら、いいじゃん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 、いいじゃん。優勝、優勝。優勝？やっぱり優勝、こいつが。優勝？え、ネーミングも決めましょうって出てるけど。決めた？はい。どうぞ。CBM。CBM？ シェリーブロッサムミオネット。わかった、わかった。え、何？スプリングブレイク、春休み。春休み。ちょっと待って、なんか、ごめん、あの、恥ずかしい。いや、でもいいじゃない？スプリングブレイク。でも、なんかもっと良さそうなのあるけどね。カクテルの名前って、あの、その時の気持ちとかのが多いんで、うん、今のいいと思いますけどね。本当ですか？飲んでらっしゃる錦戸さんの今のお気持ちを伺いましょう。そうだよね、聞きたいね。それが聞きたいよ。気持ち？そうそうそう。でも、まあ、あの、お花見したいけど、できひんやんか、今。はいはい。でも、お花見みたいな、ちょっと色合いも、爽やかさもそうだし。うんうんうん。それだったら、花見が一番、あれだよね。花歌。花歌ね。素敵じゃない？なんか、これ、募集する？あ、だから4択ぐらい作る？あ、そうね。え、花歌、じゃあ、花見、スプリングブレイク。じゃあ、ピンクレパード。うん、何でもいいや。そうね。ピンク、そうね。ピンクレモン。ピンクイタリー。うん。花歌。スプリングブレイク、花見。花見。ピンクイタリア。いやー、終わっちゃったよ、今日も。うん。じゃあ、お疲れ。お疲れ。あ、ひとこさん。はい。今日はお時間頂戴いたしまして、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。もうこれでこんな感じで終わり？もう寝る。今何時？4時。
もう寝るの。一回昼寝するわ。オッケーオッケー。